あ、いいね、それ。サイン会&手形会。あいつ 手形会。締め切り。B? にしようかな。今日が締め切りにしようか。今日が締め切り。よきよきよき。メール届いたのかな。届いてましたかな。届いてましたか。お風呂上がりみたいな感じ。なんかみんなお風呂上がりみたいな感じって言うんだけど、なんで？あれだからかな。前髪がシースルーっぽいから、なんかシースルーっぽいんですよね、今日は。最近はシースルーっぽいかも。ちゃんとリンク付き。ああ、そう、リンクも今日はつけました。えらい。昨日の動画見に行きました。みゆきさんのサイズも減ったよ。見えましたよ。バッチシ見えました。ありがとうございます。今日皆さん締め切りなので、お忘れなく。顔の雰囲気いつもと違う。嘘、変わんないよ、そんなに。メイクも同じ。なんでだ。よいしょ。今日はね、30分しかないんですけど、紹介したいことがあって、あれです。昨日公演だったんですけど、ファンの方にプレゼントいただいたので、少しだけそういただいたので紹介しまーす。今日まだ手形会のメールしか送ってないですね。送らなきゃ。お二人の方からいただいたんですけど、見てるかな？そこが問題だよね。見てる。見てるはず。紹介します。これ、こちらはみくるんが、今日石津さんが来れなくて悲しいって寂しがってたよ。メールでかな。そう、これメイクポーチです。そう、今日ね、ちょっと話変わっちゃうんだけど、そう、今日みんなでご飯ね、食べに行ったのかな。なんかタピオカ飲もうみたいな話になってたんだけど、ちょっと私今日ね、本当に昨日はめっちゃ寝るの遅くて、いつもだいたいね、夜遅いと朝配信するんですけど、今日はちょっと朝配信できなくて、そう、配信しなきゃと思って、そう、行けなかった。あ、眠いです、すごく はい。これピンクのポーチをいただきました。化粧ポーチだって書いてあったので、早速ね、これ化粧ポーチにしたいと思います。私は2つポーチ持ち歩いてるんですけど、あれ
あれ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 、ポーチ2個使ってて、1個のやつは何化粧ポーチとしても使いたいんだけど、なんか日頃にも持ち歩きたくて、ポーチが私足りなかったので、めっちゃ嬉しいです。使えますね。さすがにここまでいったら私は1年続けたい。そう、かわいそうじゃないよ。うん、あ、気に入ってもらえましたかって。よかった、見てた。もちろんです。めちゃめちゃかわいいチェックのポーチ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。お菓子お菓子は入れないかな。でも第2のメイクポーチとして、なんか持ち歩き用の方として使いたいと思います。ありがとうございます。じゃあもう一人いきますね。もう一人の方はダン、サンリオの袋に入ってて、これがピアノちゃん、ピアノちゃん、ピアノちゃんですね、のなんか巾着、巾着、あ、なんか入ってる、なんか入ってました。Do not eat、 食べるなってことですね。と袋が、袋じゃない、袋って書いてあるから袋って言ってた。巾着かな。いただきました。ピアノちゃん知ってますか皆さん。あれマイメロの友達みたいな感じだよね確か。え、違ったらどうしよう。 Do not eat、何入れるの、何入れようかな、迷ってますね。お菓子入れてもいいし、なんだろうな、何入れよう。これもメイクポーチとして使えるんですよね。ポーチ系をね2個いただいたのでありですね。え、何入れようかな、これはまだ考え中けど、もう今紹介したので早速カバンに入れたいと思います。見たこと、キキララじゃないよ。おにぎり、おにぎり別に中がさ、これさあれじゃないんだ、熱、なんか電動のやつじゃないんだよね。ハートありがとうございます。おまんじゅう、おまんじゅう入れるサイズちょうどいいかも。ピアノちゃんの靴は少ないから貴重。そうなの？ピアノちゃん気に入ってくれたら嬉しいです。もう気に入ってます。私サンリオあんまり持ってないので、そうそうそう、だからサンリオのお店とかもあまり行ったことがなくて、なんですごい嬉しいです。あともう一つがね、これこれはピアノちゃんなの。ピアノちゃん、この方はピアノちゃん尽くしでくれました、くださいました。ハートありがとうございます。誰ももありがとうございます。キリミちゃん入れる、キリミちゃん入れる、誰もありがとうございます。ピアノちゃんで初めて知った、調べてみてください。これね鏡なんですよ。ちょっと映すとすごく音なっちゃうので映さないんですけど、これちょっと映ってる、この鏡です、鏡になってます。鏡です。そう、こういう、こういう感じ。私鏡ね全然持ち歩かないんですよ。なんかその化粧品の鏡とか使ってるので、そうそうそう、あ、これ指さ
公演の時もずっとつけてたんですけど、気づいた方いるかな、ハンドエイドつけてるんですけど荷物が届いて、中身がね気になりすぎて、ちょっと楽しみにしてたものだったんですよ、届いたのが。でも時間があまりなくて、その出かけなきゃいけない時間だったから、車の中で開けてたんですよ、もう早く開けたくて。そしたらなんか段ボールで切っちゃって、バンドエイド貼ってます昨日ぐらいから、昨日からつけて、一昨日かなぐらいからつけてます。そう、段ボールでやっちゃったんですよ。気にしないでください、全然大丈夫なので。でも一応ね、菌が入らないようにバンドエイドだけつけてます。そう、楽しみすぎてね、来ちゃった、勢いよく来ちゃったんで。こちらはね、だからこれをこの中に入れるって感じですよね。これでカバンの中に入れると、めっちゃこちらも使えて、ありがとうございます。ドラマありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、久しぶりに見た、なんだっけ、エナジーウォーターだっけ、ありがとうございます。骨まで大丈夫だよ、そんなね、血も出てないんだけど、切っちゃっただけ。ありがとうございます。こんな感じでいただきました。そういえばアディダス公式の人って来てない。クリスマスありがとうございます。大富豪のチェキ当たりました？あ、なんか当たってたの見た。あ、待って、あ、なんでもないなんでもないです。チェキピンク尽くし、アイドル本当にピンク尽くし。あとありがとうございます。クリスマスもありがとうございます。アイスもありがとうございます。チェキ当たるってなかなかじゃないですか。あとありがとうございます。249日、ありがとうございます。あ、昨日のメールの答え合わせしますかって、しようしようしよう。今日の角度かわいい、本当に。え、これからこっちの方がいいのかな、角度これ本当にポンってめっちゃ不安定なところに置いてるんですけど、下アングルだし個人的にはあまりかなって思ったんですけど、どうなんだ皆さん的には。249日です。あと100、110日ぐらい。三脚ないと事故るかも。え、事故りはしない、多分事故ってもうこっちに倒れるかな、真っ暗になるだけあ、じゃあちょっと昨日のミクルンと公演でしたことは、正解はこれです。映ってたのかな、私も DMM 見たんですけど、多分リカちゃんとねこうやってやったのは映ってたの。そう、キュンですってのを取り入れてて、そう、なんだろうな、多分カメラが見える時って歌ってる時とかなんですけど、さすがに歌ってる時には目合うところがなくてできなかったんですけど、何、後ろの方で踊ってる時とか目合った時にやってて、え、これ定点とかじゃないと多分見れないのかな。リカちゃんとのはね映ってるんですよ、探してみてください。がっつり映ってる。
ちょっと遅くないよ今からでも。答えは変顔だと思って。変顔してないよ変顔してないよ。なんかみくるんがやるって言ってて、で、あ、楽しそうだなと思って、そう、私はもう超ノリノリでやってた。そう、みくるんが最初にみんなにやるねって言ってたんですよ。そうそうそう、それで多分私と目合う時が多いのかな、だからかすごいねいっぱいやってた。そう、楽しかった。なんかそういうのあるとね、やっぱりちょっと楽しくなる。なんかゲーム感覚じゃないけど、あのミッションクリアみたいな感じがしてすごい楽しい。リカちゃんのはやってんなって思った。よくない、でもすごいよくない、楽しそうじゃない、あれはね。めっちゃ嬉しかった。まあ映ってなかったかもしれないんですけど、私はもう楽しかったのでいいです。余裕があるとかじゃないんだけど、あの何、楽しみを増やして、もう一回アーカイブ見るしか、見るしかですよ。楽しけりゃそれでいいんじゃないの。どの曲、それは多分見てればわかります。言わないって、多分開始5分以内には見つけれると思います。そう、楽しいよ、本当に本当に楽しかった、マジで。普通ぐらいです。ではもう大ヒント、ほぼほぼね、何曲目か分かっちゃうよね。あの曲か、あの曲しかないや。5分以内には必ず見れるんだから、まあ、ほぼ分かる。12巻が楽しい。12巻も楽しいよ、楽しい。皆さん、こちらね、大事、こちら大事ですよ。ティカトさん委員会うまく登録できなくて、登録できない、うん、なんでだな。カンガルーポーズってね、いろいろあるね、これとかこれとか。
エラーになってしまう、そういうことね。なんか大変なんだ、ちょっとなんか頑張ってくださいしか言えない。パスワードとかか、なんか大変。パスワードとかってめんどくさいよね、わかる。わざわざ登録するのめんどくさいよね。けどそこをなんとか頑張ってください。パスワード厳しめだったな。まあセキュリティがいいということですね。違う？そういうこと？なんとか頑張ってください。なんかしてあげたけど何もできないから。紙に書いておかないと忘れちゃう。次の時に絶対メモはしておいてね。もしね当日になって「パスワード何？」みたいになっちゃうか。今日までだからみんな。諦めないで。応募してもありがとうございます。当たりますように、みんなが当たりますように。パスワード忘れてしまった。もう忘れたの？配信終わったらまたチャレンジします。ありがとうございます。頭皮を見せる。ありがとうございます。やばい、あと3分。3分だ。明日は朝配信できたら朝配信したいなって思ってるんですけど、朝配信にしようかな。と思います。起きれなかったらごめんなさい。まだいける、まだダメじゃないと思う。そう、朝ね見られない方もいると思うんですけど、明日は朝にしたいと思います。ではランキング読んで終わります。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん今日まで締め切りなのでお忘れなく。30分だけだったんですけどありがとうございました。また明日の朝に配信します。シャキン。ありがとうございました。じゃあねー。バイバーイ。おやすみなさい。
バイバイ。